Hey everyone, 元気ですか？今日はデッド日記になります。ワークアウト11、早速アメリカから帰ってきて、その間デッドリフトができなかったです。なので、前の最後にデッドリフトやったのが10日前になります。今日のメニューはですね、マックスの 90% を4セット1レップやっていくのですが、やっていくので、かなり重い重量です。やっぱり10日間も経ってしまったので、まあ、正直ちょっと心配です。まあ、ちゃんと7日間以内にもう1回やってれば、まあ、スムーズにいけたと思うんですけど、まあ、そこら辺今日はどんな感じで上がっていくのか、まあ、ちょっと、まあ、頑張っていきます。カメラも忘れました。今このカメラは携帯です。ヘッドホン忘れたりとか、まあ、いろいろあります。まあ、今日はあと時間もあまりないので、多分デッドリフトだけで今日の筋トレは終わります。他の種目たちはまた後日、2日後ぐらいに、まあ、やると思います。それでは今日の動画をお楽しみください。ちょっと180キロが思ったより重かったです。でも、次からメインセットです。90% なので、まあ、本当は189キロなんですけど、まとめて190にしました。これを4セット1レップ。休憩は結構マックスの 90% 扱っているので、インターバルは3分から4分でちょっと長めです。終わりです。今日のトレーニングは終わりです。ラットポリを5セットほどやりました。で、残りの種目たちはあさってやると思います。やった内容は、まあ、やるであろう内容をコメント欄に貼っておきます。ドリフトはやっぱりちょっと間は空けちゃった分、長く空けすぎちゃった分、結構重く感じました。必要以上にちょっと重かったし、テクニックがちょっとまあそんなに良くなかったです。なのでもしかしたらその2日後にまたスピードデッドとか他の種目をやるのはいいかもしれない。本当に頻度がこうやって増えるので、
まあ、こんな感じで今日のトレーニング、今日の動画は終わりにしたいと思います。今日の話はここら辺までにしておきましょう。皆さん最後まで見てくれて Thank you very much。 もしこの動画が好きでしたら LIKE お願いします。コメント欄で皆さんのコメント待ってます。 Work hard, see results. Thanks for watching, and I'll see you again soon enough.